ヤンペーター・バルケネンでは、オランダの政治家、キリスト教民主アピール所属、4期にわたって、第49代オランダ首相を務めた。1956年6月7日に、オランダのカペレ近郊にあるビーゼリンヘで誕生した。父親は、穀物省で、母親は、教師という家庭であった。現在、バルケネンでは、カペレ・アーンデン、エーセルに妻と娘と共に住んでいる。 また、バルケネンで自身は首相皇帝ではなく、デンハーグ市内にあるアパートを借りている。バルケネンではプロテスタント系の初等学校に通学していた。また、フースで中等教育を受け、1974年に中等学校を卒業した。その後アムステルダムにある自由大学で学び、1980年に歴史学で文学修士、1982年に オランダ法学で法学修士、1992年に法学で哲学博士を取得した。政界での経歴は、キリスト教民主アピールの研究機関の職員から始まり、その後アムステルフェーンの市議会議員となった。この頃に共同体主義者である、アミタイエツヨーニの影響を強く受け、論文オーバーハイツリゲイルジョビング EN。 マッチアパローカ・オンガナイザーティスで哲学博士を取得した。その後アムステルダム自由大学でキリスト教社会思想の院外教授となった。1988年5月19日、キリスト教民主アピールは野党であったが、バルケネンでは第二院の議員となった。バルケネンではキリスト教民主アピールで財政を専門として活動し、また社会問題、司法、 国内問題にも携わっていった。この活動においてバルケネンでは国債の削減と財政健全化を訴えていくようになった。2001年10月1日、バルケネンではヤープデホープスヘッフェルの公認としてキリスト教民主アピールの議員団長に選出された。同年11月3日には翌年5月の選挙において比例名簿の最上位となることが決まった。 選挙の結果キリスト教民主アピールは第二院における最大政党の地位を奪回した。バルケネンデとイタリアのシルオベオベルルスコーニ首相、バルケネンデは4期にわたって首相を務めている。第一次、政権2002年7月4日には総選挙後にウィムコック首相が辞任を表明したことを受けてベアトリクス女王はバルケネンデに新政権の樹立を要請した。第一次、 バルケネンで政権には、ピム・フォルタインリストが加わったが、その代表だったピム・フォルタインは選挙の数日前に暗殺されている。ところが、ピム・フォルタインリストの内部対立で政権が不安定化し、発足からわずか86日後に第一次、バルケネンで政権は終了した。第二次政権左から、欧州委員会のバローゾ委員長、ロシアのプーチン大統領、バルケネンで首相、 ソラナ上級代表2003年の総選挙を経て、バルケネンではリベラル系の自由民主国民党と革新系の民主66との連立で第二次政権を樹立した。中道派連立政権の主犯となったバルケネンデが掲げた政策は、オランダの行政改革、犯罪抑止、強硬な内民政策、歴史的に大幅な歳出の削減といった政策を中心に展開した。 また政権発足後間もなく、始まったイラク戦争を支持、反戦世論が強かったヨーロッパ連合諸国の中で、際立った親アメリカ姿勢を見せた国となった。これらの施策は、世論の大きな反発を受け、キリスト教民主アピールの支持率が低下する結果となった。2004年の欧州議会議員選挙で、キリスト教民主アピールは、議席を大幅に失うという大方の予想に反して、 引き続き最大議席を獲得したものの、2006年の地方選挙では多くの地方政府で第一党の地位を失うという大敗を起死した。2006年の世論調査ではバルケネンでの首相としての支持率が26%から33%にとどまるという結果が出され、有権者からの人気が低下していたにもかかわらず、キリスト教民主アピールの指導者としてのバルケネンでの 地位は引き続き安定したものであった。2006年の初旬に、キリスト教民主アピールの一部から、バルケネンデを下ろして、セースフェールマン農業、自然、食品安全省を担ぎ上げようとする動きがあった。フェールマンはこの動きに応じず、バルケネンデに対する指示を表明した。その後バルケネンデの人気が回復し、2006年の秋には首相にふさわしい人物について調査が、 なされたところ、バルケネンデが53%という結果となり、同40%だった野党第一党の党首であるファウター・ボスを上回った。この世論調査での逆転は、前年のオランダ経済の着実な回復を見せたことを受けて政権が評価されたことによるものと考えられ、またボスを次期首相としてふさわしいと考える有権者が減ったとみなされた。 第三次政権首脳会談において、バルケネンデとアメリカのジョージ・ W ブッシュ大統領2006年6月30日に、連立与党で最小の民主66は、第二院議員アヤーン・ヒルシアリの帰化をめぐる騒動での、移民省リタフェル・ドンクの対応に反発して、連立から離脱した。バルケネンデは、首相辞任と早期の総選挙実施を表明し、1週間後に暫定政権となる。 第三次政権を発足させた。第三次政権は、キリスト教民主アピールと自由民主国民党による少数連立与党で構成され、2006年11月22日の総選挙まで在任することとなった。第四次政権、バルケネンデとアメリカのオバマ大統領夫妻バルケネンデは、総選挙で勝利し、キリスト教民主アピールの第一党としての地位を守った。 この結果を受けて、過半数を持つ新しい政権の樹立のための連立相手を求め、バルケネンデは、労働党と政党派プロテスタントの、キリスト教同盟との社会、キリスト教連立を形成した。2007年2月9日に、女王ベアトリクスは、バルケネンデを、祖閣担当者に指名し、同月13日に第四次、バルケネンデ政権を宣言し、22日に発足させた。 2010年6月9日投開票の総選挙では野党自由民主国民党に敗北し、同日のうちに首相大臣と政界引退を表明した。バルケネンではハリー・ポッターシリーズの主人公、ハリー・ポッターにとても似ていることで知られ、実際オランダ人からヤン・ポッターと呼ばれる。このことはある種の侮辱をもって指摘されることもあるが、彼が 子供などから人気を得るのに一役買っている面もある。2005年6月4日に、ベルギーのフラマンゴシ、ヘッドラーツテニウス上で同国のカレル・ドゥグッヒュト外相は、両者を比較して、バルケネンでは、ハリー・ポッターにチビでお堅いブルジョアの知能を混ぜたようなものと発言した。これは、オランダとベルギーの間で外交問題となり、ベルギーの中オランダ大使は、 オランダのベルナルトボット外相に謝罪を行った。ありがとうございます。